今日も手削りをしていきます。大河の、BJ スナイパーヘッジでやっていきます。時刻が2時35分、12時50分が土管潮ですね。大潮の、夜の8時ぐらいが満潮になります。今日は右側の最初投資出し、ガンダマが 2B、 ハリが3号、ハリスが 1.5、 サルカン通してラインも 1.5 です。今日穂先が TTR さんのチタン穂先ですね。色がついてるんで見やすいです。これでやってきます。4時ぐらいかな、釣れるとしたら。ちょっとこの浅い時間ワンチャン狙えるとこでやっていきます。壁の中にミジを放り込んで、当たりを取っていきます。ミジ団子でやってきます。てかミジ2枚かけたね。せん1バイトもありません。最近の超過見てると 4,5 インチ隅田川釣れてないからね、あんまり。ほぼそれ考えるとやっぱなんかやばかったね。失敗したね。ゆずまで浮いてるし、1枚いてくれた。通し出しでどうにか1枚。初当たりだよ。一人よ。40センチ。はい、ありがとう。よし、はい、バイバイ。ありがとう。本当にありがとうで、どうにか1枚取れました。4時35分、本当に最後の場所ですね。
これね、入ってない。何やってるんや。下手くそ。くー。よかったです。どうにか2枚目。よいしょ。大きいんじゃない。縁やない。通し出し。今日2枚目だね。よいしょ。42センチ。42センチ。ありがとうちゃん。明日だよ。はいはいはい、バイバイ。よかった、2枚目。水団子でいきます。5時20分。ほんとラストだね。よかったわ。42センチでしたね。ほんと玉入れ下手だね。どうなってんだ一体。また船が通ったからやばいことになってくる。船が通るとやばいんだよね。バットパワー。3枚目か。地合いですかね。43、はい、はい、バイバイ。ありがとうさん。よかったよ。3枚目40、42、43、水団子、終了したいと思います。時刻は5時55分。2時から釣り始めて、どうにか3ライト3キャッチ、40センチ42センチ43センチ。最初の方は全然ダメでしたね。隅田川下水臭かったです。他の方に聞いても当たりがないって言ってましたので、やっぱり雨の影響がひどかったと思います。
どうにかその中でも3枚釣れて、よかったと思います。この動画ご視聴いただいてありがとうございました。できればグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。まだまだ頑張っていきます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。